全国の1億2000万人のサッカーファンの皆さん、こんばんは。プレシーズンマッチ、カメルーン FC 対シエロ。星空は雲に隠されています。戦いの舞台は日本を飛び出して今世界へと広がっています。海外の強豪クラブ相手のプレシーズンマッチですが、力的には極端な差はないと思います。勝ちを狙いに行ってもいいんじゃないでしょうか。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。今戦いの火蓋が切って落とされました。前半26分、カメルーン FC。 さあどちらが先に相手ゴールを割ることができるのか。よく周りを見ていましたよ。的確なパスですね。エソショ、カウンターで一気に攻め上がる。磯貝、このボールを受けました。パスを出します。ヤーコブ、アイコンタクトだ。ちょっと集中力に欠けたプレーでしたが、大きなミスにはならなかったですね。磯貝、さあコーナーキックのチャンスです。チャンスになります。蹴りました。ゴール、ゴール、ゴール。素晴らしいゴール。前半38分、カメルーン FC 2点を追っています。インド、積極的に前に出ていきます。ドリブル、ドリブル。森島、倒された。ウタマック、オン、ここでフェイント。ウタマック、これはゴール。カメルーン FC 1点を返しますが、まだまだ差は大きい。息詰まる緊迫した試合展開となりました。素晴らしい攻撃力が爆発しましたね。この1点だけではまだまだ勝負の行方は分かりませんよ。次の1点をどちらが先に取るかで勝負の流れはガラッと変わりますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか。間もなくキックオフです。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半開始早々、シエロ、ここからどう展開するのか。ルンガ、フェイントをかけます。さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。中西、このボールを受けました。フェイント、なかなか中盤から前線にボールが出ません。オバム、抜かれ、反則加工のプレーだ。イエローカードが出されました。後半24分、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。ボールを運びます。ロングパス、磯貝、フェイント、エソ、かわされてしまいました。磯貝、フェイントをかけます。左に叩きます。右サイド、小倉、これはゴール。試合終了の笛が鳴りました。1対3、シエロ、見事に勝利を収めました。
この試合をどうご覧になられましたか？今日のような試合が本番でもできれば何も悩むことはないでしょうね。相手もかなりの実力はあるはずですから、はっきりと調子を上げてきている証拠ですね。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。プレシーズンマッチ、ドイツ FC 対シエロ、このクラブと対戦するためにはるばるここまでやってまいりました。外国の超一流クラブが相手ですから、まあ変に勝敗にこだわるよりも次の公式戦につながる内容の試合を心がけてほしいですね。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。さあ試合開始です。現在のところ得点はありません。さて前半の試合展開をどう見られますか？前半はどちらもチャンスを生かすことができませんでしたね。この後半の45分間にどちらが先制点を挙げるかが非常に注目されますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。さあ後半開始の笛が鳴りました。後半14分、ドイツ FC、 さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。体力的に限界ですよ。全く動きにキレがなくなりましたからね。ドリブルで攻め上がります。バーグナー、一気に攻め上がります。カンフマン、アウグスト、中に入れた。バーグナー、いった、このタイム決めた。試合終了の笛が鳴りました。1-0、ドイツ FC、 見事に勝利を収めました。試合を振り返っていかがでしょうか。やはりまだこのクラスの相手と試合を組むのは多少無理があるんでしょうか。良い経験にはなると思いますが、選手たちが自信を失っては何にもなりませんからね。
全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。クリスタルカップ1回戦、イラン FC 対シエロ。アジアから8つのクラブが集まって、その実力を競い合うクリスタルカップでどう戦いますか。当然力があったからこの大会に出場できたわけですから、コンディションさえ整っていれば優勝できる力はあると思いますよ。もう間もなくキックオフです。ホイッスルが鳴ってキックオフ。現在のところ得点はありません。両クラブそれぞれの形を作っています。ちょっと試合が膠着状態になってしまいましたね。後半は両クラブともに何か積極的に仕掛けてくると思いますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。いよいよ後半45分のキックオフです。後半12分、シエロ。現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。イハラ、ドリブルで攻め上がります。穂坂、きれいにボールがつながります。左に叩きます。三浦、ドリブルしながら周りの状況を見ます。ここでフェイント、パス、伊原、ルンガ、磯貝、伊原、ゆっくりとボールを回しています。ルンガ、どうだ、伊原、ゴールゲーム。これはラッキーなゴールでした。試合終了の笛が鳴りました。0対1、シエロ見事に勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか。これで準決勝進出を決めましたね。アジアといえどもレベルの高いクラブが相手ですから、次はもっと厳しい試合になるでしょうね。気を抜かずに戦ってほしいと思います。皆さんこんばんは。アジアナンバーワンを決めるクリスタルカップの試合をお届けします。クリスタルカップ準決勝、シエロ対サウジアラビア FC。 残念ながら曇り空のために星を見ることはできません。今日の天気、この試合に勝ってクリスタルカップ決勝に駒を進めたいですね。そうですね。
1回戦は見事に勝ち上がりましたね。ここからは強敵が揃いますが、アジアのトップに上り詰めてほしいですね。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。ホイッスルが鳴ってキックオフ。前半14分、シエロ、ここからどう展開するのか。ロングパス、磯貝、ドリブルで攻め上がります。上げた、小倉、シュート、ゴールネットに突き刺さった。前半15分、シエロ、1点を先制しています。ロングパス、ストイコビッチ、磯貝、チャンスになります。そのままシュート、ゴールゲッ、まもなく前半25分を経過しようというところ。シエロ、早くも2点を奪い、かなり余裕のある展開を見せています。フェイントをかけます、ショートパス、ロングパス、運が止められない、パス、ロングパス、小倉、どんどん切り込んでいきます。自分で持ち込んでシュート、エクセレント、ビューティフルゴール。前半37分、サウジアラビア FC、 さあここからどんな攻撃を見せるのでしょうか。イブラヒーム、ドリブル、ドリブルで攻め上がります。素晴らしいコンビネーション、強烈なシュート、ゴールネットを揺らしました。前川、これは全くの逆を突かれた。サウジアラビア FC、 現在2点差に詰め寄って、早くもう1点が欲しいところです。前半37分、サウジアラビア FC、 2点の差をつけられています。ムスタファ、どんどん切り込んでいきます。マジェド、今のはイエローカードが出ても不思議ではない、イエローカード。前半38分、サウジアラビア FC、 2点の差をつけられています。レッドカード、ストイコビッチ、退場になります。すごすごとグラウンドから出ていきます。一方的なペースで試合を進めました。この得点差についてどう思われますか。2点のリードで後半戦に入れるのは、心理的には随分有利に戦えますね。しかし油断をしてはいけませんよ。初めから気を引き締めていってほしいですね。もう間もなく後半45分のキックオフです。さらに点差を広げるのか、それとも波乱が起きるのか、まもなくキックオフです。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半戦始まったところ、シエロ、2点のリードで試合が進みます。伊原、ドリブルで攻め上がります。精神的なプレッシャーにも負けていませんね。さすがプロですよ。イブラヒーム、止めることができない、森島、開けた、ゴール。
ここで試合終了です。4対1シエロ、この試合を見事制しました。試合を振り返っていかがでしょうか。攻撃陣はまさに絶好調のようですね。常にいい形ができていますよ。多少の失点もこれだけの攻撃力があれば心配ないですよ。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。クリスタルカップもついに決勝戦となりました。アラブ FC 対シエロ、曇りとなっています。今日の天気、この試合に勝てばアジアナンバーワンの座を手に入れることができますね。よくここまで来ましたね。監督と選手が一体になってクラブ全体を成長させてきた結果ですよね。ぜひとも優勝して日本のレベルを世界に示してほしいですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。さあ試合開始です。前半戦始まったところ、アラブ FC、 さあどちらが先に相手ボールを割ることができるのか。縦パス、アリ、ここでフェイント、ドリブル、プレッシャーに負けてしまった。前田、ゴール前激しいプレイ、サルタン、そのままシュート、インゴール。両クラブ最後の決め手を欠きました。さてこの前半の展開を振り返ってどうでしょうか。1点差ですからね。これ以上点を取らせないようにしのいでいけば必ず後半にチャンスがやってきますから、そのチャンスを確実に生かすことができれば必ず追いつけますよ。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。試合の流れを変えることができるのか。さあ後半開始の笛が鳴りました。後半の立ち上がり、アラブ FC 依然として1対0と1点のリード。イスラーム、うまいフィント、磯貝、これはイスラーム、いった、ムサーバ、ゴールゲーム、ゴールに強引に落ち込みました。前川、悔しがっています。
ここで試合終了です。2対0アラブ FC 見事に勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか？完敗ですね。守備を完全に崩されてしまいましたね。守備の安定はこれからの課題ですね。全国の1億2000万人のサッカーファンの皆さん、こんばんは。プレシーズンマッチ、シエロ対イラク FC。 月も雲の中に姿を隠しています。今日の試合、試合の中継は私たち2人が行います。よろしくお願いいたします。国際試合の経験を増やそうとして組まれた一戦と言えるでしょう。外国クラブとしては手頃な相手だと思いますよ。このプレシーズンマッチで自分たちのサッカーを再確認して次の大会に挑んでほしいですね。ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく試合開始です。ホイッスルが鳴ってキックオフ。現在のところ得点はありません。両クラブそれぞれの形を作っています。前半はどちらもチャンスを生かすことができませんでしたね。この後半の45分間にどちらが先制点を挙げるかが非常に注目されますよ。もう間もなく後半45分のキックオフです。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。ホイッスルが鳴って後半45分が始まりました。後半戦の序盤、イラク FC、 現在得点は0対0。どちらがこの均衡を破ることができるのか。レッドカード、ストイコビッチ、無念の退場。すごすごとグラウンドから出ていきます。後半13分、シエロ、フィールドいっぱいに広がります。ロングパス、さあフェイントをかけます。どうしても今の自分で持ち込んでシュート。
佐々木、一瞬の隙を突いて決めました。後半24分、シエロ、この辺りで追加点が欲しいところです。ブンガ、フェイントをかけます。佐々木、ここからどう展開するのか。フェイントをかけます。パスを出します。ブンガ、フェイント、サルタン、かわされ、ブンガ投げた、ファインゴール。三浦、さあペナルティーキックです。いった、ここに選手が詰める、小倉、37分、イラク FC、 ここは1点でも返しておきたい。アルマージット、サルタン、中に入れた、フッセイン、そのままシュート、ゴール。イラク FC、現在2点差に詰め寄って早くもう1点が欲しいところです。今試合終了のホイッスルが鳴りました。3対1、シエロ見事に勝利を収めました。この試合をどうご覧になられましたか？確かに相手は特別レベルの高いクラブとは言えませんが、決して楽な相手とも言えませんよね。そう考えるとこの試合内容を見る限り力は出せる状態にはあるんじゃないでしょうか。全国1億5000万人のサッカーファンの皆さん、こんにちは。プレシーズンマッチ、シエロ対北朝鮮 FC、 国際試合の経験を増やそうとして組まれた一戦と言えるでしょう。外国クラブとしては手頃な相手だと思いますよ。このプレシーズンマッチで自分たちのサッカーを再確認して次の大会に挑んでほしいですね。刻々とキックオフの時間が近づいてまいりました。ホイッスルが鳴ってキックオフ。現在のところ得点はありません。さて、膠着した試合になっていますが、どう見られますか？決定的なチャンスは何度かあったと思うんですが、得点につながりませんでしたね。後半になって疲れが出てきたあたりが勝負の分かれ目だと思いますよ。
ゆっくりと選手がそれぞれのポジションにつき、まもなく後半の開始です。この均衡を破るのはどちらが先でしょうか。いよいよ後半45分のキックオフです。試合終了の笛が鳴りました。90分を終えて同点のまま試合終了です。今日の試合はどうでしたか。海外のクラブと対戦できる数少ないチャンスですからね。あまり勝敗だけこだわらず、この試合のようにいろいろなプレーを肌で感じることも一つの勉強でしょう。